竹宮俊明は、熊本県熊本市出身のプロ野球選手、監督、コーチ。長年にわたり、読売ジャイアンツ合宿所の寮長を務め、鬼寮長、鬼軍曹の異名で知られた。熊本工業時代は、川上哲二の二学年下にあたり、川上から可愛がられていた。後、ノンプロの方天満鉄クラブ、文字鉄道局熊本、九州産業交通でプレーする。 戦後の1947年に川上哲次の勧誘を受けて巨人に入団。保守の準レギュラー格として、1947年から1948年は内堀保つと、1949年から1950年は藤原哲之助と併用された。なお、1948年10月3日、対阪神タイガース戦で、 ランナーの藤村文夫に体当たりを受け、脳震盪を起こして落球し、逆転負けを喫した。ランナーが保守に体当たりをかけたのは、日本プロ野球では、これが第一号と言われ、竹宮は最初の被害者となった。1952年限りで現役引退。1953年に二軍監督、コーチに就任。同時に、 川崎市中原区新真理子に所在していた巨人の合宿所、玉川寮寮長となった。竹宮は厳しい量の規則を制定し、ナイター出場選手にはゲーム終了後2時間以内、その他の選手には22時までの門限や、その他規則を破った選手には容赦なく、鉄拳や市内を飛ばしていた。しかし、それ以上に新人や若手に対する優しさと指導力は、 内外から高い評価を受けており、彼のもとで育った寮生たちは、彼を主体、ジャイアンツの主力としても活躍し、V 級達成など巨人誌に功績を残していくこととなった。1967年から1968年までの2年間は、スカウト担当となったため、寮朝食を一度離れた。しかし、当時の選手の中には、寮の規則や竹宮の指導内容が、 この当時でも厳しかったこともあり、別の領長に交代したことを喜んでいた者も、多数いた上に、竹宮がいなくなったのをいいことに、門限破りを筆頭に、規則違反者が急速に増え、領の秩序が乱れ始めた。このため、領の秩序回復の目的で1969年に、竹宮を領長職に復帰させ、また厳しかった一度目の領長職時代よりもさらに、 厳しい内容の規則を入領している選手に課すこととした。1973年から2年間再び、寮長職を離れ、コーチを兼務しながら、前川八郎の後任として、スカウト部長を務めていた。しかしその間に、湯口事件が起きる。育成現場を離れていたため、湯口敏彦と直接関わることが少なく、詳しい権威を直ちに把握できなかったという。 後年、次女、巨人軍底地からの秘密基領長の選手教育で、スピード、9位ともに裏とは、比較にならないほど素晴らしく、巨人史上最高の左腕になる、はずの逸材だったと、湯口の才能を評価し、その死を惜しんだ。同時に、気まじめすぎて、相手の性格に合わせる指導をせず、常に湯口を、緊張状態に置いていたに軍監督と、 繊細な湯口との取り合わせは最悪だったと、当時の二軍監督、寮長だった中を批判しており、球団側に落ち度があることを認めていた。1975年からは、コーチスカウト職を退き、寮長職に再復帰し、1982年まで寮長職に専念する。その後は編成担当などを務めた。1967年に合宿所が新マリコから、 川崎市の読売ランド金坊に移転した後も、当時の新人選手であった、河野和正、佐田岡昭治、西本清篠塚敏夫、原辰則、駒田徳弘、吉村佐田章を厳しく指導して行った。両長を引退する際、玉川グラウンド横で営業していたおでん屋に、石物の区を自筆で送っており、現在でも店舗に掲示している。区は、 グランドに通い続けて30年いつの間にやら頭真っ白と書かれている。1987年オフに対談。当初は郷里の熊本に帰ったが、夫人の死去後は独立していた息子を頼って東京で暮らしていた。2005年、次期巨人監督候補として星野千一の名が上がった際、多くの巨人 OB は反対していたが、当時の巨人は、 VQ 時代の面影も感じさせないほど低迷しており、その当時の状況を目の当たりにしていた竹宮は、今の巨人にはああいう厳しさが必要だと歓迎の意向を示していた。2010年1月15日午後8時48分、東京都三鷹市の京林大学医学部付属病院で、急性水炎のために生居。88歳没。非常に強権で、 別所竹彦からバッテリーを組んだ保守の中では、藤尾茂と被験すると評された。ありがとうございます。